斉藤記念オーケストラは、長野県松本市で毎年8、9月に開かれる、政治小沢松本フェスティバルで編成されるオーケストラ。運営は、公益財団法人、斉藤記念財団。東方学園創立者の一人である、斉藤秀夫の没後10年にあたる1984年、斉藤の弟子である、小沢誠治と、秋山和義を中心に、 国内外で活躍する斉藤の教え子たちが結集し、同年9月に東京と大阪で開かれた斉藤秀夫メモリアルコンサートで特別編成された東方学園斉藤秀夫メモリアルオーケストラが母体のオーケストラである。設立当初は小沢、秋山の医志に共感した斉藤の文下生100名以上が国内外より集まり演奏会を開催。自主運営によるオーケストラのため、 演奏家への出演料の支払いはなく、無給出演という形で運営された。1987年にヨーロッパ演奏ツアーを行い、1989年から1991年までヨーロッパとアメリカへのコンサートツアーを行う。1990年にザルツブルク音楽祭へ出演。1992年5月に財団法人、斉藤記念財団が設立。 同年9月に、長野県松本市で、斎藤記念フェスティバル松本が開催される。以後、フェスティバルに合わせて、オペラ、声楽曲の上演、シンフォニー・コンサート、音楽塾を開催するほか、東京でもコンサート活動を行っている。世界的に高い評価を受けるオーケストラであり、2008年グラモフォン氏による、ザ・ワールド・エスグレイテストオーケストラズで19位に選ばれている。 レコーディングは、フィリップスレーベルと、ソニークラシカルレーベルで行い、ベートーベン・ブラームス公共曲全集、チャイコフスキー・マーラー公共曲集、ストラビンスキーのオペラ、エディプス王、JS バッハのマタイジュ南極と、ミサ曲ロタンチョウなどの作品を発表している。年度ごとに編成される、オーケストラのため、各パートのメンバーは不定期出演。設立当初は、 斎藤の弟子や東方学園音楽部卒業生を中心にメンバー編成を行っていたが近年ではメンバーの高齢化や演奏日程の都合などから斎藤の孫弟子や外国人演奏者の出演が多い小沢誠司が斎藤記念オーケストラを指揮した松本市民芸術館歌劇子供と魔法を収めるアルバムが2016年2月に グラミー賞最優秀オペラ録音賞を受賞した。ありがとうございます。